はい、丹前陽先生です。2016年、ジルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界になって1になりまして、世界バイナリーオプションスペシャリスト者になった丹前陽先生です。当時はまあ1億円近く投資しておりました。それでですね、投資の先生するには、日本では上限とかですね、の資格とか、スペシャリスト者とかね、世界一になった丹前陽先生の資格、ような資格が必要です。で、資格持ってないで先生は違法になっております。で、海外では免許がないところも ありますので、これ関係ないところもございます。今回ね、今週はですね、バイナリーオプションの方は試験投資でたった1000ずつ投資で3000の利益でした。実際はね、もうちょっと上がったんですけれども、それから暴落しまして、マイナスね1万3000ぐらいですね。5000でしょ、1万5000だから、まあ1万5000ぐらいマイナスになりましたね。で、先週の利益くらいマイナスになりましたね。それで、ライブ講座落ちて稼ぎ悪いんでやめました。ストップしました。月火水木曜日でストップしました。で、あとね、関係ない話なんだけどさ、パンケーキね、パンケーキはね、ケーキが作れる炊飯器で作るといいですね。水分が抜けないんですよ、パンケーキね。オーブンでね、パンケーキついて焼くのはダメですね。これ僕知らなかったの。ね。これ僕毎日食べてんだけど、パンケーキね。炊飯器でね、ケーキが焼けるのがあるんですよ。スイッチがあるの。それでね、パンケーキね。でね、卵ね、4個と、ね、砂糖とね、白身と黄身を分けて、白身だけまず先にね、お砂糖も入れないで、泡立ててから、よく泡立ててからね、黄身に小麦粉、砂糖を入れる。で、混ぜるの。で、油入れるんですね。で、混ぜた。あと、混ぜるだけ、一緒にね。それでね、パンケーキ、作ってんだけど、全然、美味しい。こんな風にできるんだけど、僕の投資のね、おやつ、パンケーキ作るんだけど、で、カステラ風にするには、後からね、混ぜた後からね、混ぜたというか、黄身の方にたくさん、分けた黄身の方にたくさん砂糖を混ぜて、それで混ぜ合わせるのね、白身とね、白いのとね。だ、そんなことで、パンケーキはね、炊飯器です。でね、水分が抜けないんです。抜けにくいの。でね、焼いたのは水分が抜けるんで、ね、油入れてもパサパサなんですね。バター入れてもね、パサパサなんですよね。僕なんか、多分油入れてますけど、炊飯器で作ると、めった違う。美味しい。違う話でしたけども。でね、で、あとね、鞘取引、FX の鞘取引をしまして、で、ちょっとお見せしますけども、またマイナスになりましたね。で、これなんですね。今、518円で、100万ぐらい投資してますね。証拠金入れてないとしますね。で、こちらなんですよ。で、これ FX の鞘、10通貨投資してるんだけど、ね。
この方向にね、1週間前からの変化の方向、これを見てるわけですね、パーセンテージ。プラスのところは、今こっちで戻っちゃうけど、プラスのところ行ったら、買い、マイナスだったら売りね。10カ国そうやって通してるんですね。で、1週間前から1週間後どうなるかということでね、ライブ投資でしてます。最大ね、利益は、1000円まで上がって、マイナスは1390円いってます。この投資方法でね。で、これ1000円ぐらいでね、あと100倍ぐらい投資してね、だから10万ぐらいの利益でね、いつも稼ぐのがいいのかもしれないね。まあ、それちょっと見てきますけど。今マイナス4円で、まあ、ちょっと置いとい、まあ、あと、6日間置いとくわけですね。そういう投資方法ですね。で、通常の再取引もあるんですけどね、株とか。株にでも FX 投資と、2つだけだとね、正確度が足んないんですよ。こんな風なね、再取引でもちょっと相関関数がね、あんまり偏僻このね感じのものになるんですけど、またうまくやるとね、ちゃんと相関関数もしっかりするんだけども、選び方でね、まあそんなことですね。ちょっとね、宇宙生物と戦争してたんで、宇宙生物と戦争してたんで、半間岩先生ちょっと忙しかったんですね。どうもありがとうございました。人間の上の生物も半間岩先生でした。